クマユデキの歌でグスージサビラ。ラジオ聴きの皆さん、こんばんは。クマユデキの歌でグスージサビラ、10月23日第108回目の、放送です。今日も FM ウルマカですね、元気に生放送していきますが、カンナさんさっきまで来てたんだけども、なんか携帯が鳴って今ちょっと席を外しておりますが、もうそろそろ戻ってくると思いますのでね、今日もカンナさんと一緒にここ FM うるまから元気に生放送していきたいと思いますので、皆さんチャンネルは、そのままで最後までお付き合いください。この番組はカフェ&バーカラーの提供でお届けします。はい、ということで、始まりましたけども、カナさんオープニング急にいなくなって戻ってきましたけども、急にね、はい、携帯になってね、携帯になって、大丈夫でしたか、うん、呼び出しじゃなかったですか。いやいやはい、ということで始まりましたけども、今日も皆さんからのメール、ファックスお待ちしております。メールは 868-fm-urma.com、868@fm-urma.com、 ファクシミリは 098-965-4868 番でお待ちしてますので、奥間秀樹の歌でグスージサビラ宛てまで、よろしくお願いします。はい、始まりましたけども、いよいよ明日は久しぶりの、ね、ライブね、ライブですけども、迫ってきましたよ。体調とかは大丈夫ですか、うん、崩してないですか。体調はね、はい、大丈夫だけど、ちょっと疲れてる感じがしますけど、やって、夜勤ね、はい、夜勤の後、まあ、2日続くんだけどね、はい、やっぱり疲れがちょっと残る。疲れそう、まあ、年だからね、いや若いですよまだ明日、この番組の、スポンサーでありますカフェ&バーカラーにて、ライブを行います。9時ぐらいからスタートスタートっていう話なんですけど、うん、まあいつも通り人が入ってからやろうねっていうことで、昨日セリナとメールやり取りしたんですけどね、入場チャージは無料で9時スタート、うん、予定で、行きますので、皆さんバーカラーまでゆたしく足を運んでください。お願いしますね。ちょっと歌をね、うん、録音しながら明日は、うん、綺麗にね、綺麗に撮れたらいいんだけどね、どうなるかな、ちょっと、そう、今日さっきね、こうスタジオ入る前に明日のギターの限界に行こうと思って、テリアが来て行ってきたんですけど、うん、上等がありました、録音機材、うん、1万6000円ぐらいで、うん、1万6000円、ちっちゃい携帯の半分ぐらいかな、うん、だったんですけど、うん、ズームっていうメーカーのなんか結構上等で、パソコンにつないで、うん、パソコンでなんかいろいろ編集できるらしいんですけど、うん、ちょっと難しそうだな。そのトットのを例えば、うん、パソコン、そっか、やっぱりパソコンか、パソコン、うん、CD ね、焼いたり焼くのはね、うん、でこの音がね、めっちゃでもなんか上等みたいなことは書いてたんですけど、いろいろこの機械によって、このレコーダーによっても、うん、例えば楽器を取る専門があったりとか、うん、ユンタクしてるのを取る専門とかいろいろあるらしいんですけど、この向こうに落ちたのは、うん、音楽、うん、弾き語りとか、うん、こういう音を取るなんか専門的な機材っていうことでね、あったんですけど、でほとんど説明文が英語で書かれてるから、うん、分からないんですよ、なんだわと思って。メーカー
はじゃあ日本製じゃないってことだよね。どうなんですかね、ズーム、ZOM、ズーム、あのエフェクターとかありますけどね、はいはいはい、多分それのメーカーなのかなって勝手に思って、うん、ちょっとまあ見るだけ見てきたんですけど、うん、ね、ちょっと11月もライブ入りそうですからね。そうだね、まだはっきりはね、わからないですけどね。まあ日にち的にはね、ほぼなんか決まりそう、うん、はまあ決まってるみたいなんだけどね、はい、11月の、まあ、15、うん、日曜日ね、やんばるね、やんばるなんだけど、今日でもあって、はい、まあ名古屋でね、何回かやってるんで、はいはいはい、その、 あの前の前の写真がね使うよって、うん、使うよって言って電話あったんだけど、キッセさんからありました、うん、楽しみですね。じゃあその時もまた音源取れるね、うん、やって、じゃあ明日のライブとそれが一番近いライブになる、うん、だからそうだよね、今ほら自分の新しく買ったギターの新生ね、新生、はい、明日ね、カラー持って行ってやるんだけど、結構ピアノ、ピアノの音は出る、はいはい、うん、ピアノ以外の音も使ってるんですか。やって、いや、結局あのね、洗濯するのはね、機械、ほら読んでほら自分でセットするんだけど、はい、なかなかできないわけよ、うん、例えばピアノだけで16ぐらいあるから、ピアノあんなにあるんですか、16ぐらい、エレクトーン、エレキ的なのとか、そうそう、あとジャズ的な音とか、だからそういうのがあって、これを自分でピックアップして、あ、この機械にセットするわけ。あ、じゃあもうこれ押したらこの音が出るみたいな。なるほどね、うん、じゃあ結構いろんな音を探してたら時間がかかりますね、うん、もう一回とりあえずね、楽器に行って、うん、セットのね、やり方、ね、そうですね、うん、あとなんか見るといろんな音でもね、乾いた音を、ギターの乾いた音とか、はいはい、低音を音を出すとか、はい、そういうあれもできるみたいだから。あ、そうなんですね、うん、じゃあやり方によってはめちゃくちゃ自分の近い音、そう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 、目指してる音、ね、うん、できますね、うん、だから今はもうピアノがね、3種類ぐらい今入ってるから、これをね、もううちでギターじゃなくてもうピアノの音で、ギター弾いてるけどみんなにはピアノの音が聞こえる、そう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 、足でこうプッピッて楽しみですね。ぜひ皆さん明日見に来てください、神奈さんが足でペダルギター弾きながらピアノ弾くところを、ぜひ来てください。9時ですね、予定9時でカラーで、行いますのでね、よろしくお願いします。さあ、そうだ、俺もう一個ね宣伝があるんですけど、明日はカラーで神奈さんと一緒にライブなんですけど、翌日の日曜日、10月の25日は女村のチャリティー歌謡コンサートで、おほほ、最後ホテル飛行歌ってきますんでね明日ちょっとカラーで練習しようかなとかちょっと思うんですけど、そちらもぜひ皆さん足を運んでください。あったあった、第13回女村カラオケ愛好会チャリティー歌謡ショー、この、歌謡ショーに奥間も友情出演するってことで、日時が平成27年10月25日日曜日、時間が会場午後5時半、開演が、6時となってますね。入場料は、前売り当日ともに1000円ということですので、ぜひよろしくお願いします。この収益金は女村社会福祉協議会に寄付しますということですので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。2曲歌いますけど、いい、スーツ履いて歌おうかな演歌歌手みたいになったつもり。最後テル飛行と誰だっけ、最後テル飛行と、あとはフォークソングなんですけど、ああ、ねえ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 抱いてよって、聞いたことないですか。だから誰の歌、伊藤俊弘、ちょっとキーが高いんですけどね、これとこれが前半に1曲、うん、後半に最後とる彦、うん、チャペルに続く白い道ちょっ
とねやっていきたいと思いますので、皆さん時間あればぜひそちらもよろしくお願いします。あれですよ、11月はもうめちゃくちゃライブいっぱいで、辺野古でもお願いされました。いよいよ辺野古行ったかったよ、歌ってこうかなって。辺野古のなんか、同期生から電話があって、辺野古のなんとかいうこうお祭り、お祭りって言ったかな、なんかイベントとがあって、それでどうですかって、じゃあもうぜひお願いしますってことで、これもまた11月の後半ぐらいなんですけど、ちょっと一曲歌ってきますけど。じゃあここら辺で弾き語りしたいと思います。歌いますか、神奈さん、なんか。いや、明日と、明日ちょうど1年前ぐらいに作った歌なんですけど、歌ってみようかなっていう、今日はこんな気持ちですけど、一人でお家で晩酌しながら、ポロポロギター弾きながら作った歌ですね。セピア色の中にって言ったんですね。じゃあ聞いてください。涙だけ
どこの街の空の下にいるのでしょうか。会いたい会いたい会いたい会えない切なさで、また一つ年を取りました。セピア色の中でっていう歌でした。これはいつ、去年の11月23日、あんまり聞いたことないんじゃないですか。これは入ってないんだね。これは入れてないんですよ、うん、だから結構 CD とかをライブでは歌ったことない歌も結構俺的にはいいなっていうのもたまになかなかあるんでね、そういうのもまた第2弾、第3弾でやっていきたいと思いますけど、皆さんなんか弾かないですか。いや、今日はもうそうだ、じゃあちょっと続けて。そう、この間友達からメール来て、あ、ラジオ聞いてるけどもっと歌歌えって言われて、いつも1曲2曲しか歌わんからおわじられたんでね、じゃあ明日のセリナーのお店の歌を歌って、また明日皆さん来てくださいね。イガル屋の隣、あれは何て言えばいいのかな、説明するときは。焼き鳥屋の上、焼き鳥屋、ヒージャ屋の上、ヒージャ屋の上、大通りのヒージャ屋の上のそれなのどこかでヒージャ屋の上ってセレナのお店の歌をちょっと、短めで歌ってみたいと思います。セレナのお店っていう歌です。明日のライブ会場のこんな感じの店なんですよ。それでは聴いてください。久しぶりの
ライブがあります。神奈さんと一緒にあのこうやって2人でやるのめっちゃ久しぶりですよね。意外としょっちゅうラジオで毎週あれだから、うん、結構やってる感じはするんですけど、久しぶりで楽しみにしてます。明日何歌うんですか？明日はね、まあ、セレナが、2、3で、俺はもういつものビッターカッティと、はい、そんな君だからそれかな。だからあと、結局ほら審査のね、うんうん、あれでおまりじまやったらどんななるかなと思って、あれもね練習やったけど、やっぱりギターよりも、うん、ピアノの方がやっぱり、うん、じゃあもう明日はいろいろ試しでやってみましょう、うんうん、皆さんぜひ明日、9時スタート予定でも人が少なかったら集まり次第やるっていうシステムになっておりますので、バーから神奈はじめさんと With 奥間秀樹でね、あスカイブルーか、うん、スカイブルーでお届けしますので、だから ね今はもう、グループ名どうしようかなと思ってるんだよね。一旦勝ってるやん、長いんじゃないですか、はい、じゃあ、残り時間が少なくなってきたんで、明日ですね皆さんバーカラーで、この続きはまたバーカラーでということでね、最後にします。じゃあ今日最後は明日、この歌をぜひねレコーディングで撮りたいっていうそんな歌がありますので、石川の街が好きだっていう歌を最後に歌って今日は終わりです。明日続きはいっぱい歌いますので、明日も今日の何十倍も、歌いますので、ぜひバーカラーに、足を運んでください。今日はどうもありがとうございました。神奈さんこれから仕事みたいなんで、また終わってゆっくり休んで、また明日よろしくお願いします。それじゃあ石川の街が好きだ、好きです石川を最後に歌います。
もありがとうございました。それでは皆さん、明日神奈さんと一緒にバーカラーでお待ちしてます。この番組はカフェ&バーカラーの提供でお届けしました。それでは皆さん、明日お会いしましょう。また来週です。